アスナロ号は、岩手県盛岡市と青森県青森市を結ぶ高速バス路線である。高速バス、ヨーデル号の校長を受け、1987年に、岩手県北バス、岩手県交通、JR 東日本バス、広南バス、周北バスの5社共同運行として8往復が新設された。新設当初は、国鉄盛岡局が、 森岡駅の駅前ロータリーへの乗り入れを拒否したため、駅前ロータリー向かい側のバス停発着となった。小坂インターチェンジ共用開始に伴い、明日なロゴ運行開始時に新設された小坂バス停を小坂パーキングエリアより小坂高校前に移転。青森側の発着地を東、青森まで延長するなど利便性を図ったが、岩手県交通、JR バス東北、 中北バスが撤退し、現在は4往復の運行となっている。函館地区とのアクセスを考慮して、青森港フェリーターミナルにて、東日本フェリーの新型高速フェリー、なっちゃん、レラ、なっちゃんワールドとの接続を図っていたが、高速船、なっちゃんが2008年10月末をもって運行休止されたため、青森港フェリーターミナルへの乗り入れも中止されたが、 2014年8月1日から津軽海峡フェリーに接続するため、一往復のみではあるが、再度青森港、フェリーターミナルへの乗り入れが復活した。JR バス東北は、青森駅と森岡駅の各 JR バスキップ売り場において、乗車券販売を自宅する。2014年8月1日現在、判例、乗車のみ取り扱い、校舎のみ取り扱い、乗降ともに、 取扱い、通過、休憩 JR バス、東北運行当時のアスナロ号、ありがとうございます。